声楽あ略もあるさ。涙の後には虹も出る。人生涙と笑顔。小さい時からだったそうですね。そうですね、小学生の頃。はい。それはなぜですか？映画監督になりたかった父がすごく映画好きで、で毎週日曜日になると家族で映画を見に行ってたんですね。それで私もこのスクリーンの中に出るんだってすごい自信を持って信じてたんですよ。ということは、まあ、くのいちのようにかなりこうアクションと言いますかね、はい、あと天井裏に忍び込むシーン、そうですね、あと屋根の上を走り回るシーン、あー、はい、いろんなちょっと危険度アップな、まあ、空手をやっていたって話ですが、かなりこう体力が自信あります。そうですね、動くのは好きだったので体力には自信ある方ですね。でも高いところどうでした？高いところ全然怖くないんですよ。私大好きで、スタントマンがやってくださるって言ったんですけど、でもどうしてもなんか自分でやりたくって、大丈夫か、大丈夫ですやらせてもらった。流れ、おお、女か。どうだ、筋を外れていますが、かなりの負荷で。クソ、傷に触る、何も言うな。この霊、男は調子のいいこと言っただけ、もう探してやることはね。おい、グズグズすんな。死んじゃった。晩飯抜きにされちまうぞ。まだ岩蔵の手下でくっついてやがる。昔岩蔵親方のとこで一緒に逆立ちしていたセンとミスだよ。おせんちゃんとおみちゃんか。あ、なんだよ二人とも、どうしたんだよこんなところで。ちょっと用事があってさ。しかし驚いたな、親方のとこに出だしてからどうしてるかと心配したぜ。とっくにどこかでのたれ死んでると思ってたんだろう。薬売りなら革命寿司で散々売り歩かされたじゃねえか。どうせうどんこ丸めた毒にも薬にもならねえやつだろ。そんなもんで金儲けできるわけねえじゃねえか。しんちゃん昔っからお人よしだからな、どうせ岩蔵にまだにように使われてんだ。今度のはそんなインチキ薬とは違うんだ。そんな薬なんてあるもんか。こいつは一粒飲んだら最後、薬が切れるとどうしても次の薬が欲しくなるようにできてる。じゃあ一生飲み続けなきゃならねえじゃねえか。おるい様もいいとこあるよな。今夜は万丈子供たちに行ってさ、あいつらの喜ぶ顔見えるようだ。ゲントン先生じゃねえか。よし、ここでいい。俺が見張ってるから早く食え。これ全部俺が作っていいの？タントある、ゆっくり食え。魚もたくあんもあるぞ。このことを親方には分かってるって、内緒に決まってる。その代わり明日の朝はみんなお腹空いて死にそうって顔してなきゃダメだぞ。やってみな。腹減って目が回る、死にそうだ。おめえら何だ。忘れたのかい。殴った方を忘れても、殴られた方はおめえのこと忘れちゃいねえ。 おめえなら、セントミスか。親方さんよ、やっと思い出してくれたか。おめえら俺のとこ逃げ出してどこで何してたんだ。まだ借金が残ってるぞ。やぞ。その借金ならとうの昔に二人が受けたむごい仕打ちで棒引きだ。よく言ったな新吉。それでこそ千夜三つの幼馴染だ。しんちゃん。あ、親方が泣いている。やがってましたよ姉さん。何か踊ってみせろい。へい。さあさあ、お飲み。矢が切れてさらに息もせず
せもせず。無用。はっ。